おはよう。呪われてんな。運気が悪い時に無意味に出歩くと。いきなりだなほんと。動画時間3分もないですからね。サクサク事故っていきましょう。サクサク事故るっていうパワーワードやめや。準備されていたがごとく出てくる。失礼。位置的にこっち優先でしょうが、回避不可能な感じが泣けますね。マジでこの出会い頭は避けようがなかったやん。それにしてもあの白い車のリアのラブ4っぽさね。フロントはジャガーの SUV っぽいな。法令は守らずに形だけパクる。乗り手と自動車会社は無関係なんだから、運転くらいちゃんとしてくれ。水だけじゃなくて厄災も集まるアンダーパス。むう、右で何か起こったか？ええ、トレーラーの荷台のコンテナが橋桁にぶつかりましたね。前にもこんな動画あったな。そういえば、チャイナポストの梱包ってボッコボコですよね。このタイミングで言うのかよ。人間の皮膚を溶かす有毒植物の種もそこでせき止めてくれ。そういうのに限って内容物ピアスにして税関すり抜けてくるからな。なおパソコン部品、そのタイミングで出てくるってことは DVD 試写もか。とある店舗だと牛丼とカレーが食べ放題らしいですね。お前チーズ持ってってかけてくれよ、似合いだぞ。唐突なチーズ牛丼いじめやめて。そういえば、自分の会社のゲームをプレイしてくれてる人たちにチーズ牛丼食ってそうって言って炎上した社長いましたね。お前にチーズ呼ばわりしても炎上しないのにな。人権剥奪的。あ、なんでこっちの人権も神のご加護もない人生なんだな。金と時間はそこそこあるし、でもそれ自分の努力の話じゃないか。マジでお前一物以外授かってないんじゃねえの。神様、そりゃに話されるわ。そういえば今日、朝4時台に洗車場行って満車だったんすけど、労働者でもないのに日曜日に出しゃばるなゴミ。ひどくない？まあ社長業なんてそんなもんですよ。労働者の娯楽を奪うとかしけい。ほら目の前で事故が起きたぞ。全責任をお前が負え。これがブラック企業だったら社員に損害賠償命じてた。出た。退職した月の給与明細がマイナスになるやつ。ハード引っ越しセンター。似たような名前を送って複数社から訴訟食らうぞ。出た業界の闇。プランナーはぼったくり価格で仕事取って、ご飯休憩すら取れないキツキツスケジュールで事務が放り込む。荷物はしっかり預かりました。字幕字幕。追い越し車線なんてなかったんや。くそ。こうなったら、先頭の車種を予想しましょうよ。何答えても営業妨害になるやつやこれ。ちなみに、左レーンがあるの知ってました？マジかよ、今から追い抜くわ。今合流してきたところです。いつ見てもカオスだわ、この構図。洗車で思い出しましたが、GTR って泡が窓の内側に染み込んでくるんですよ。ドア開けて拭き取りをして初めて気づきました。ゴムパッキン適当、300キロ台の空気抵抗対策に不要だからなのか、フレームレスドアの泣きどころなのか。GTR と出かけるとき8割は雨降るんで、バイザーなくて雨天で窓開けられなくて辛いです。こんなところまで不運なのほんとくさ。